なこんなでね、9月19日の KJ プレゼンツモーニングタブレットお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。ねえ、台風ねえ、どうやら放送の間に上陸しそうな感じ。どうした？あ、したみたいですね。このポートアイランドスタジオの台風上陸したんだ。すごいことになってるんでね。結局月光祭は流れてしまったな。ちょうど重なっちゃいましたね。中途半端じゃない方が諦めもつくだろ。こういうこともある。すまんな、さすがに今日は散歩は我慢してくれ。竹馬もせっかくしつらえたメイド装束だったのに残念だったな。いやそうっすね。頑張っている姿をご父兄方に見ていただくチャンスだったのにな。いやーほんと助か…違う、残念でした。順平のやつはだいぶぼやいてたかな。いや神様空気読みましたね。ん、なぜ満面の笑顔なんだ。あ、いえいえ。おはようございます、皆さん。おはよう、アイニス。おはよう。あれ、あんた今、キッチンの方から入ってこなかった？はい。夜間、あちらから謎の物音がしていたので、早朝から確認に向かっていたであります。謎の物音？大きな音ではないので、ここからだと人の聴力では聞こえないと思いますが。この空模様だ。雨風の仕業だろ。気にするな。あ、ごめんなさい何度も。風花さん、睡眠不足でありますか？ちょっとね。ああ、わかる。私も昨日は台風の音で何度も目覚めた。寝入り花になれない音あるとどうもね。不便よね、こういうたち。さて、なら俺は部屋で 2,3 セット鳴らしてくるか。なんだ、お前も来るか。そうか、朝飯がまだだったな。じゃあいつかやり損なったプロテイン入りの特製フードを。おい、なぜ背を向ける。コロちゃん、お腹空いてるの？なら。あ、山岸、何かしたのか。死神シャドウからでもあんな風には逃げないぞ。ま、腹が減ったらまた最速に来るだろう。よし、私も今日は部屋で報告書でもまとめるか。私は何しようかな。こうやって急にぽっかり開くと意外と思いつかないのよね。アイギス、わざわざ確認してもらってすまなかった。もう部屋へ戻っていいぞ。了解です。あ、念のために聞くが、危険なものを探知したりはしていないな。はい。そうか。単に屋根裏に生体反応が居座っているだけで危険はありません。では失礼します。ちょ、待て。アイリス。はい、待つであります。今何と言った。今待つであります。そうじゃなくて、その前。屋根裏に生体反応が居座っているだけで危険は。だけじゃないっつの。なんとか反応って何よそれ。ありていに言うと、屋根裏になんかいるであります。なんかいるんじゃん。え、ちょっと、なんかって何。ちょっと風花。ごめん、ちょっと聞いてなかった。何。そう慌てるな、竹葉。どの道アイギスが危険と判断しなかった程度の相手だ。作戦室から皆さんの召喚機も持ってきましたが、全く取り越し苦労だったであります。いや、シャドウと比べて話されても。アイギス、もう少し詳しく聞かせてくれないか。空調設備の熱のせいで大きさははっきりしませんが、生体反応は屋根裏の空間内を微速で移動していました。え、やだ、何がいるの。君のセンサーでは、例えばごく小さなハムシのようなものでも生きていれば生体反応に含まれるか。はい、含まれるであります。そういう可能性もゼロではないです。あ、なんだそんな話。はあ、もう言い方が大げさなんだが。ですが、音の様子から察するに小型という可能性は低いであります。小型じゃない虫ってこと？屋根裏にいる。
小型じゃない虫。ゴキ、待て、アイギス。その単語はな、呪殺属性だ。呪殺？In English。コックロチ。ああ、I see。流れがつかめません。まいったな。確かに危険はないが、放置もできない。キッチンの真上ですからね。え、私これからお弁当詰めたりするとき毎回ビビりじゃん。そばにお風呂場もあるし、やっぱり水のあるところを選んでるのかな。シャドウを倒せる皆さんがなぜ昆虫にビビりなのですか。合理的じゃないであります。まあその通りだな。全くその通りなんだが、こればっかりはなんともな。ですね。だが逃げていても拉致が開かない。幸い戦力は4対1。よし、ならこれより討伐作戦を決行する。うっそ、突撃？ホイホイとか置くだけにしません？竹葉、この作戦には私たちの平穏な日常がかかっている。想像してみるんだ。食器棚を開けたら小皿の上に。いや、想像させないでくださいよ。あるいは入浴中、一矢まてわぬ姿でいるとき、背中の上に。うわー、ルキア！全力でバックアップします。必ず倒しましょう。よく言った。いや、ペルソナって頭に血上りすぎだから。行くぞ。ターゲットは別棟天井裏に潜む。いや、学名はブラテラ・ゲルマニカと言います。そうか、覚えておこう。何としても仕留めるぞ。了解です。なんか無駄に大ごとに。ゆかりちゃん、行ってあげて。まあ確かに今退治した方が後々は楽だけど。ゆかりさん、フォーメーションが乱れているであります。あ、はいはい、今行くから。ここだな。実はもうその辺に出てきてたりしないでしょうね。アイギス、そのなんとか反応はまだ天井裏？そのようです。音響スキャンによると、移動速度が急に早まりました。こちらに気づいたようです。その感じ間違いない。うそ、今の音がそう？ちょっとどんだけでかいのよ。いや、今のは虫の立てる音じゃないだろう。こちらからも感じます。屋根裏の生体反応は昆虫みたいな弱い反応じゃありません。なら何？熱センサーを使ってみるであります。温度分布に移動している箇所があります。天井木材の熱伝導効率がスペック通りだとすると、目標の推定体温はおよそ36度前後と思われます。36度、なんか生々しい数字ですね。あ、また音！猫やネズミの類か？いえ、猫や家ネズミの平常体温はこれより4度近く高いであります。体温で4度の差というのはおそらく別種の生き物であります。どうした？もしかしてなんですけど、人間って可能性もゼロじゃないんじゃ。怖いこと言わないでよ。確かに今ある情報だけで判断すると可能性はゼロではないであります。泥棒という職業の方でしょうか？職業って、おいおい、それはさすがに考えすぎだろう。考えてみろ、盗みに入るのに稼ぎもない学生の寮の、それもこんな別棟に入り込むというのは、泥棒だとしたら随分変わり者だ。霧城先輩、そこお風呂ありますよね。アイニス、今すぐ天井へ向けて全弾発射だ。私が許可する。いいや、可能性ですよ、可能性。先輩どうします？不審者なんて、もし若干でもそんな可能性あるなら、もう真顔対応に切り替えた方が。だから全弾発射だ。学生の入浴を覗き見ようなどと、身元確認すらできないようにしてやる。真顔で鉢出す？もうちょっとだけ冷静に待ちません。私今東交番の黒沢さんに。すいません。あれ、天田くん。おはようございます。
ただいま実弾装填中につき、ワーニングであります。何のご用でしょう？いや、何のご用って、ラウンジに思いっきりルキアが。あ、そっか。たく。新垣さん。何かと思うだろうがよ。タルタロスだけじゃ探索したりねえのか？新垣か。いいところへ来た。協力してもらおう。ああ？アイギス、ことの次第を聞かせてやってくれ。了解であります。では、一時ラウンジへ移動であります。つまり、夜中から物音がしてて、朝方アイギスさんが見に行って？はい。確認に向かったのですが、ターゲットは昆虫のようでもあり、猫やネズミとは若干違うようでもあり、実は人間のようでもあり、よくわかりません。こっちはなおさらわかんねえよ。つまり別棟の屋根裏に何かいるかもしれなくて。つかお前ペルソナ勝たせいらねえだろ。あ、はい、すみません。単純に天井を開けてみればいいんじゃないですか？まあそうなんだけど、万が一死んだ人かもって思うとは。人なわけねえだろう。どこの壁にそんな大穴開いてるっつんだよ。コロでさえ玄関開いてねえと入れねえ。あ、こら、舐めるな。裾を食う。人間が屋根裏へ忍び込めるとすれば、経路は外からではなく中からでありますね。中から。実は確信はないのですが、夜の間にキッチンの用具の配置が若干変化したように思われます。え？それ…それってつまり、堂々と台所通って天井を開けて入り込んだってこと？ますます覗き目的の可能性が強まったな。やだ、ちょっと、マジに不審者？もし虫とかネズミだったとしても、僕そういうの平気だし、ここは僕が…しょうがねえな。じゃあアイギス、脚立持ってこい。俺が行く。行ってくれるか、新垣。じゃあ、アイギス、サポートしてやってくれ。了解です。天井裏を探索し、敵を確実に外へ追い出すんだ。ああ、くそ。ヤブヘビつついたぜ。起きてきたタイミングがまずかったな。参りましょう、新垣さん。てか、順平とリーダー様はどうした？リーダーは風邪で。あ、寝込んでんのか？熱高いみたいで。イオリは朝早くから出かけている。例の千鳥という子のところだろ。ああ、台風だぞ外。あいつも熱病ですね、ある意味。けどリーダーの体調気になりますね。夜間に体温を測りに伺ったところ、38度2分でした。ちょ、ダメじゃん、休んでるとこ起こしたら。いえ、睡眠は妨げていません。あ？会場に104秒かかりました。もっと悪いっつの。前にダメっつったでしょ。そうだ、明彦なら手が空いていると思うが、呼んでくるか？いや、いい。余計ややこしくなる。そうか。めんどくせえな。お願いします。男で新垣先輩だけなんですよ。だけって、僕もいるじゃないですか。え？ああ。ああって。僕、数に入ってないんですか？いや、別に忘れてたわけじゃないんだけど、それは力とかはまだ弱いかもしれないですけど。でも僕だったら、人が困ってたら面倒があったり渋ったりしません。嫌がってる人に無理に頼まなくていいじゃないですか。僕はやります。行きましょう、アイギスさん。探索要員は天田さんに変更でありますか？ああ、どうするかな。お前はここにいろ、俺が行く。いいですよ、面倒くさいんでしょ。お前じゃ脚立乗っても天井届かねえだろうが。なの。だから声かけなかったんだ。こっちも見えすぎたフォローすんな。天田くん、キッチンは新垣先輩に任せよ。ずるいですよ、身長のこと持ち出すなんて。別に天田くんだって私らくらいの年になれば伸びるよ。天田、新垣は別に本気で嫌がっているわけじゃない。そうだ、浜田君には別のことをお願いしていい？
裏口のドアを守ってほしいの。もし相手がこっちに逃げ込んできたら、私たちじゃ対処できないし、天田くんがいてくれないと。ね？別にそれ、僕じゃなくたって。いや、出てきた生き物の種類によっては、その、私ら割とリアルに役立たずかも。天田さんが最終防衛ラインというわけですね。そうだな。お願い、天田くん。わかりました。でもそうやって無理にご機嫌取らなくていいです。別に僕拗ねてませんから。やれやれ。んじゃこっちもとっとと済ますか。もうだから懐くな。あっち行ってだから食うな。くそ、秋は餌ちゃんとやったのかよ。なんだよ。ん？あの人は何か頼まれてもいつも一度文句言うじゃないですか。面倒とか自分には関係ないとか。感じ悪いですよ。それは、うん。協力する気がないならここにいることないのに。霧城先輩も言ってたけど、本当にその気がないわけじゃないと思う。なんていうか、ポーズじゃないかな。ポーズですか。一時停止という意味です。違うから。違いましたか。今のは新垣さんは頼み事をされると一時停止するという話題では。いや、そうだけど。てか、横から話止めないでくれる。話が一時停止。アイギス。うわ、ちょ、何。コロマルさんが空腹に耐えかねているであります。もうわかっ、こら、スカー、ちょ、お座り。これは一時停止のポーズ。ブリリアント。選び抜かれた見事な一言だ。もちっげえ。それでね、新垣先輩のは照れ隠しっていうか、なんだかんだ言って最後は結局引き受けてくれるの。でも言わないといられないっていうか、多分そんな感じじゃないかな。意味がわからないです。つまりね、悪い人じゃないっていうこと。天田くんもそれはわかるでしょ。僕は。おい、アギス、来ねえのか。すみません、ゆかりさんから高度なユーモアを学習していました。もしかして私、純平いなくなると序列が繰り下がる人なのかも。んじゃ始めっか。了解です。よし。おーおお、騒いでんな。いざ屋根裏に突入でありますね。まだだ。いいか、まずそこの鍵のかかる引き出しに尖ってるもんまとめろ。包丁、ナイフ類、おろし金、それから水切りにある箸、フォーク、全部だ。終わったらそこにあるポットの中身流しに開けろ。了解です。済んだらまな板持って入り口のドア背にしてろ。この対応はつまり対象が人間である可能性を見込んでのことですか。取り越し苦労だろうが一応な。危険を想定するなら何も天田さんの志願を断らなくても戦力は一人でも多い方が。ダメだ。万が一人相手なら浮世離れしたペルソナでドンパチやんのとは違う。慣れてねえと無理だ。準備バッチリであります。よし。他は、冷蔵庫がどうしたでありますか。だこのすんげえ匂いは。だこりゃ。見たところは単なる料理の作り置きのように見えますが。昨日の晩はなかったぞ。試食されますか。食えそうに思うかこれが。ちなみに匂いの主成分は、あ、なんで黙る。私に言えることはコロマルさん以外ならば死にはしないということです。ったく。大丈夫でありますか。足に来やがった。危うく何もしねえうちに不先輩がつくとこだったぜ。ちなみに料理本体から検出された成分は確認できた順にアセトアミノフェン、
ブロムヘキシエン酸塩、それから、ああ、いい、なんでも。要するに、風邪薬の主成分であります。風邪薬だ？やれやれ。そうか。なるほどな。何か、思い当たりますか？アイギス、お前確か、物音は夜中のうちからっつってたな。そうであります。全部こいつの仕業だと思うか？全部？情報を総合するとその可能性が高いと思われますが、確かに断定はできないであります。まあいい。じゃあ一丁座敷わらしとご対面といくか。注意するであります。よっ。おい、誰か嫌がんのか？悪いことは言わねえ。ここのお嬢を怒らすくらいなら警察にしとけ。今移動しました。わってる。かなり敏捷です。暗くてよく見えねえ。けどまあ人間ってことはねえな。当然か。目標停止。2時の方向、約3メートルであります。やばい相手じゃなさそうだ。おい、お前もこっち来い。了解です。目標は、体長約25センチメートル。やっぱネズミか。にしちゃでけえか。どうしますか？捕獲しますか？いや、いい。下手に引っ捕まえてもギャーギャー騒がれるだけだ。撃退でありますね。つってもどうやっておっぱい。ぶんねえ！ぶんな！危ねえな、おい！ご心配なく、威嚇の空砲であります。おめ、会った時実弾込め中っつってなかったか？今度こそ空砲であります。おめ、もう動くな。ピクリとも動くな。あ、目標が反転しました。向かってきます。なんだ。あ、室外に追尾するであります。バカ、暴れん。キャタツが立った落下であります。なんか向こうすごい音しましたよ。てか、その前のズダダダダって音、まさか銃声？今はもう静かになったな。え、大丈夫なんですか向こう？何がいたんでしょう？まさか想定外の危険なものが？僕見てきます。待て、アマダ、一人で行くな。あ、よかった、まだ無事みたい。いや、リアクション違うでしょ、銃声でしょ今の。明らかに何かあったようだ。やむを得ん、行くぞ。はい。なんか入ってきた。ネズミ？それとも行った？わかりません。動きが早くて。やだ。皆さん無事ですか？アイギス、奴を探してくれ。あ、いや、探すより階段を死守するんだ。絶対に上を登らせるな。了解であります。あ、待ってください。目標捕捉であります。どこ？空砲正射。動きを追えない。小型だとシャドウの世には。あそこ、パーテーションの上走ってる。いやー、どこだ。あ、テレビの後ろ入った。目標いっぱい。見ればわかるから。終わらせる。何をですか。落ち着いてください。あれ、不気味な動物なんかじゃないですよ。正体がわかったのか。最初ネズミかなって思いましたけど、ふさふさの尻尾でわかりました。ふさふさ。とりあえず皆さんカウンターの後ろに隠れててください。僕とアイギスさんで捕まえます。分かった、任せよう。アマダ君、お願いね。目標、テレビの後ろに潜ったまま沈黙。じゃあアイギスさん、テレビの左側から近づいて。あ、さっきのダダダっていうのやっちゃダメですよ。脅かさないようにそっとです。了解です。あ、そうそう、そこに立っててくれれば、あとは僕が。もう少し右です。
右はい、いた、これだ。よし、おとなしくしてろよ。捕らえたか。もう大丈夫ですよ、捕まえました。ありがとう浜田くん。いやー、嫌な汗かいた。この動物は結局正体何だったわけ。月死類タミアスシビリクスであります。いや、全くわかんないから。リスですよ、多分シマリス。リス。あ、本当だ、かわいい。おー、すっごい、マジ尻尾ふっさふさ。まだ興奮してるから余計に毛が逆立ってるんだと思います。大層驚かせてしまいました。そういえば浜田くんは落ち着いてたよね。ああ、大したものだ。僕慣れてますから。母さんが虫とかネズミとか苦手で、ずっと僕が何とかしてきたんで。そうか。他に助けてあげられることはあんまりなかったし、だからちっちゃいことでも頼りにされるのは嬉しくて。いや、ちっちゃくないちっちゃくない。虫とか出た時頼もしいって、それ何気に将来ポイント高いから。いやー、やっぱ男の子だね。ゆかりさん、最初とだいぶ言ってること違いますよ。ごめんごめん、ちょっと調子よかったね。多分こいつ台風を避けてきて迷い込んだんでしょう。本館と違って人が常駐しない向こうは警備システムもなく古いままだからな。晴れたらどこかに話してあげようと思います。長泣き神社とかがいいかな。そうだな。よかったです、これで晴れて一件落着でありますね。あー、もう一時はどんなのかと思ったよ。本当に落着？9月19日土曜日午後7時になりました。イブニングニュース、まず台風情報からです。荒垣さん、生きてっすか？うるせえよ、何度も聞くなって。まったく、日頃の鍛錬がなってないからだ。あのな、けど珍しいっすね、荒垣さん伸びちまうなんて。まあ、だいぶいろいろあったからね。おはよう。こんばんはであります。リーダー、風大丈夫なんですか？ありがとう、まあなんとか。熱は？具合どう？割と下がったと思うけど。36度8分、まだ完全に平熱ではありませんが大きく改善です。峠は越えたな。まあ死にゃ死ねって。あ、ここ座ります？いや、ここでいいよ、移すといけない。ごめんなさい、風で寝てたのに朝から大騒ぎしちゃって。え、大騒ぎ？ちょ、全く気づかなかったわけ？それもすごいかも。そういえば何があったか俺もまだ詳しく聞いてないな。なぜシンジがこんなくたびれた干物みたいになったのか。いいだろ、どうでも。それにこんなでかいコブまで作って。そんなガキが。話じゃ単にそこのカゴに入っている小さいのを捕まえようとしてこの有様らしいが、実際に捕まえたのは天田さんであります。そうなのか。じゃあ骨折り損で伸びてるわけか。一体どんなバカをやったんだ。実弾とペルソナを各1回投入しました。おい待て、バカすぎるだろ。そこだけつまむな、つかどっちも俺じゃねえだろ。説明すんならもっとちゃんと話しやがれ。了解です。まず話は本日午前2時前後まで遡るであります。同時刻別棟水場方面からのわずかな異音を確認、受けて午前4時30分。いや、あのな、そこまで詳しくとは言ってねえよ、はしょって話せ、はしょって。荒垣さんがリスに倒されました。はしょりすぎだ。あ、まだ遠慮なく笑っていいんだぞ、お前には資格がある。今回アマダは最終防衛ラインだったからな、見事な活躍だった、頼もしい限りだ。お、なんか絶賛の嵐？すげえじゃんよ、アマダ少年。
私たちなんか勝手にいろいろ勘違いしてキャーキャー言ってただけだったのに。ほんと、はあ、私今日ばっかりは紛れもない役立たずだった。まあでも新垣も名誉の負傷だ。今日のことで一番醜態を晒したのは認めたくないが私たちだな。大山明堂して文字通りネズミ一匹だ。わ、これって、おー、レア動物。愛らしい月種類であります。リスね、リス。かわいいよね。ダメだよこの丸、怖がるから。あ、そういえばミツルさんがキャーなんていうの初めて聞きました。それかなりのレア体験じゃね。俺もちょっとだけ聞いてみたい気も。まず必要なものはリスが一匹。いや、遺書が一通だな。聞こえてました。では今後はこのようなケースは天田さんに出動願います。頼むぞ天田、この役は余人をもって変えがたい。私からもお願い。わかりました。けどそれ専業まで言われるとそれはそれで微妙な気が。役割があるというのはいいことだ。順平を見ろ。おちょ、それどういうフォローすか。いや、やれやれ。先輩、体大丈夫ですか。あ、お前だって寝込んでたろ。そうですね。つうかお前、朝からってんなら何も食ってねえんじゃねえのか。ああ、言われてみれば。でも後で冷蔵庫でも探して何とかします。そうかって、あ、冷蔵庫。ええ、やめとけ、今日はやめとけ。え、病み上がりにあれは一黒だ。は、仕方ねえな。ちょっとそこで待ってろ。あの、あ、お料理ですか。あの、私また見学させてもらっていいですか。あ、まあ好きにしろ。ありがとうございます。あ、リーダーは休んでてください。あ、分かった。あれ、荒垣さん黙って出てったぞ。ま、怪我までしたのにいじられていい気分じゃなかったっしょ。別に怒ってるわけじゃない。大方自分で言い出したはずが、天田にいいところ全部持っていかれて単に罰が悪いんだろ。ああ、そんなもんすかね。てか真田さん、荒垣さんの気持ちだけは読めるんすね。ま、長いからな。今だけと言わなかったか。え、あ、俺んなこと言いました。あ、やべえ、無意識だ。屋久島の件といい、いつかリベンジする必要があるな。リベンジって誰宛て。もうちょっとしたら鍋開けて魚の具合見とけ。あ、はい。あの、なんだかごめんなさい、見学って言ったのにお手伝いさせてもらっちゃって。うん、別に構わねえよ。ありがとうございます。おい。はい。おめえ、昨日料理してたのか。え、あ、その、冷蔵庫の中のもん、お前が夜長起きして作ったんじゃねえか。本当はそれだろう、夜中の物音ってのはよ。ごめんなさい。別に謝ることじゃねえだろう。その、言い出すタイミングなくて。風邪で寝込んでる奴のために何かしようと思ったんだろ。何も悪くねえだろう、初めっから言えばいいんだ。それはそうですけど、でも、そうですね、なんで言えないのかな。ま、人間そういうもんかもしれねえけどな。え、最初に天田の協力を断ったことな、き
険だなんだって理由あるつもりだったが、よく考えるとなんで断ったのか。俺も同じか。もしかすっと俺にはそんな資格ねえってどっかで思ってんのかもしんねえ。資格ですか。あ、なんだよ。炊いたお米洗っちゃうんですか。雑炊とかで煮るときは軽く洗っとくと、なんつうかスープがドロドロしねえからな。そうなんだ。まあ難しいな。けど人間理屈に合わねえもん抱えてっから人間ってか。荒垣先輩、ちゃんと胸張ってりゃいいんだ。はい。天田くんが張り合っちゃおうとするのも実は同じなのかもしれませんね。弟がお兄さんに張り合ってる感じっていうか、あ、私兄弟いないから想像ですけど、天田くんも理屈じゃなくて憧れの裏返しみたいなところもあるのかなって。憧れ？俺にか。それはね。そうですか。もう魚出していいぞ。はい。よし、次は米だ。え、これ全部入れるんですか。ん、おかしいか。いえ、何ですかそれ。ナンプラーだ。知らねえか。ちっと入れりゃ風味が出る。わあ、ほんといい香り。待てよ、これお前が買ったもんじゃなかったか。あ、かもしれないです。基本の使い方はわからないうちからそういうのばっかり増えちゃって。あ、よかったら何でも使ってください。だからってお前調味料に風邪薬ってのは正気じゃねえだろ。え、成分分かっちゃったんですか。あの、あれはそのデータを取るための実験試作っていうか、そのまま食べてもらうつもりじゃ。実験って、台所では料理しろ料理。ごめんなさい。ま、こんなもんか。結構量多くないですか。一人食ってたら周りも食いたがんだろ。ついでだ、飯時だしな。あ、そうですね。リーダー、お待たせしました。白身魚の雑炊。食え、遠慮すんな。あ、すみません。じゃあいただきます。あつ、うん、美味しい。ちょっと何このいい香り。お、このプロっぽい香りはもしかしてザ・新垣ブランドマエストロ A のこだわりメインディッシュ。名前つけんな。見た目は水炊き風なのにエスニックな香りがする。ああ、ナンプラーか。そうです、ナンプラー。アイギス知ってる。天ぷら。いや、それまるで別のもんだから。うまそうだな。そういえば小腹が減ってたところだ。マエストロ、俺らの分もあったりなんてしますか。キッチンに。売り切れだ。一人前でございます。多めに作ってないのか。気が利かないな。一番何もしなかった奴らがはしゃぐな。なら、どんな味一口くれよ。風邪うつるぞ。ねえ、純平くん、本当はちゃんとみんなの分作ってくれてるんだよ。マジ？やった！あざーす！うわし！なら早速よそってくるぜ。まったく、荒垣のやつ、どうにも一度は憎まれ口を聞かないといられないらしいな。天の弱というか感じ悪いです。私、みんなの分も持ってくるね。あ、私も手伝う。うまそう。純平さん、何ですかそのでっかい丼。ああ、ほれ、現在体重をコントロール中な人の分を代わりに俺が引き受けようっつ。余計なお世話だっつの。悪かったね。白身魚ぐらい普通に食べるから。あ、何怒ってんだ。減らす分少し多めに取っていいと俺がこいつに言ったんだが。え、あー、ゆかりっちもコントロールしてたわけね。体重自爆ですね。自爆だな。そっか、
なるほどね。私今日きっと何やってもダメの日だわ。私も今後絶対意味もなくおみくじ引かない。皆さん全員分回りましたか？もらいました。あとは食うだけっす。レンゲを取ってくれ。あ、レンゲ？よし、ならいただくとしよう。いただきます。出ます。あ、ちょ、あ、ちょ、なんでもめ、あ、ちょ、あ、あ、あ、飛んでるからも最悪こいつ。うん、おいしい。確かにおいしい。ああ、優しさの味っす。お袋の味っす。やめろ、気色悪い。残念ながら、私とコロマルさんはお預けであります。そうだ、アキ、てめえコロの飯やりサボりやがったろ。違う、コロマル自身が拒んだんだ。せっかくのプロテイン入り特製フードだったものを。いつか聞こうと思ってたが、おめえこの世の生き物は全部プロテインが好きだと思ってんじゃねえだろうな。違うのか。どう天田くん、荒垣先輩ちゃんとみんなの分も作ってくれてたでしょ。まあそれは。荒垣先輩のこと好きになってあげられない？ごめんなさい、理由があるんで好きとかにはそのなれないかな。理由？でも困っちゃうな。え？料理は本当美味しいですよね。料理なんて理由と関係ないのに、美味しいと気持ちが丸くなっちゃうっていうか、理屈に合わないですよね。理屈じゃなくてもそれは天田くんの中に確かにあるものだと思うの。難しいや。ねえ、悩みながらだと美味しくなくなっちゃうよ。はい、天田くん。あーん。ちょっといいですって、子供じゃない。あー、ごめんね、私もスプーンだった。あんたが食べるか喋るかどっちかにしなさいよ。興味深いであります。会場に92秒。前より改善であります。体表温度 36.2 度、平熱。これなら朝にはすっかり治っていますね。冷凍庫で枕を凍らせておきましたが、どうやら不要であります。長居するとまたゆかりさんに叱られてしまいますね。日の出まではまだあと4時間12分。朝になる前に抜け出せばいいでありますね。もう少しここで見守るであります。思い返すと今日は皆さんの興味深い一面をたくさん垣間見たであります。明らかに合理的でないこと、自分でもそうと分かっているのにしてしまう行動、仕草。あ、考えてみると私なぜもう少し見守りたいのでしょう。私もいつの間にか合理的でないであります。人間にはこういったもの、合理性とあえて競合する別の計りが備わっているのでしょうか。もしかしてそれが心なら、私も今日は心に従って朝まで見守るであります。